さあ時刻は12時1分を回りまして、キラリこの人のコーナーがやってまいりました。さあ今日ご紹介するキラリこの人、輝いている方は KYC ヒデさんです。こんにちは。こんにちは。いつもありがとうございます。こちらこそよろしくお願いします。こちらこそです、はい、いや本当ね輝いてるんですよ KYC ヒデさん。まずはですね、はい、10周年ですね。ありがとうございます。おかげさまでですね、創立10周年、まあ、個人で活動してからは16年なんですが、会社にして10周年で、先日ねたくさんの方にお見えいただきまして、ね、本当にありがとうございます。パーティーが行われまして、私も行かせていただいたんですが、私も10年前はまだヒデさんを知らなかったので、はい、もう10年前そして16年前こうヒデさんが歩んできた道っていうのをね、少しこう VTR だったりとかいろんな人のお話とかで聞かせていただいて、ああこんな風に歩んできたんだっていうのをこう改めてねこう聞かせていただいて、ね、感激しました。いやありがとうございます。まあ、37歳で KYC ヒデとしてデビュー、うんうん、34歳で脱サラしたんですけども、まあ、女性の方でしたらクレンジングぐらい分かりますよね。分かると思います。でも男性の方でクレンジングって何っていうとこからですね、はい、業界全く違う業界飛び込んだもんですからね、クレンジング、クルージングやったら分かるけどクレンジングって何みたいなねダブル洗顔とかもうそういういろんなことも知らない状況で入って、そこからですから、まあいろいろありましたね、紆余曲折してまいりましたけど、まあでも楽しかったです。10年振り返ってね。いやでも本当にねこうちょっとこうお年をね重ねられた方にお化粧するってすごくなんかこう心がねやっぱウキウキするんだよっていうこととか、そういうことをこう教えること、そしてその方が喜んでくれること、なんかそこがこう一番のこう原動力になりながら頑張ってこられたっていうのをお姿を見て、あやっぱりこういいなって、こう女性が輝いたり、で年を重ねてもこうやっぱりやりたいことをやったり、輝いていくっていうことを素敵だなっていうのをこう改めてね、はい、こう見せていただきました。ありがとうございます。まあ駆け出しの頃はやっぱりね、いろんなその老健施設にボランティア活動して7年ぐらいさせていただいたかな、やっぱり女性はいくつになっても綺麗にいてる、そういう権利があるというね、まあ、本当にそれを見て僕はその男性の方と女性の方の架け橋をする使命があるということね、つくこう感じ出したんですよ、でここ最近はですね70、80歳の方のボランティアずっとやってたんですけど、あもう遅いと思って、最近やっぱり40、50、要するにそのお母さんとかをお持ちの年代の方の意識改革をしないと、やっぱり今でもたまにそのおばあちゃんが老人ホームに入るときね、化粧品持って行こうとしたら、そんな恥ずかしい、もう行って取り上げるねご夫婦もいらっしゃるとか、だからやっぱりおいくつになってもやっぱり綺麗でいてるってことは健康の秘訣であったりとか、やっぱあるんですね、で女性がやっぱり元気になるということはね、この社会を元気にするんですよ。もうやっぱり家庭教育、今子育てでもいろんなことをこう悩まれてる方多いですけども、僕もやっぱりちょっと離婚しまして、父子家庭で、ね、ずっとこう子供育ててきましたから、非常にわかるんですが、まあ本当に女性の方結構悩んでる方多いです、その子育てとかで。でもやっぱり自分がとにかく自分らしく生きる、キラキラ輝くことが子育てにも役立つわけですよね。だからそこがものすごく最近ね、こう中途中なんて言うんでしょう、中途半端って言うとおかしいんですけど、どっちへ行ってかわからないっていう迷いながらこう生活をしている方って結構多いような気がするんです。なんかね、そういえばうちの母親なんかを見てるとね、やっぱり子供が一番なんですよね、はい、で子供のことを一番に考えて、それはそれで素晴らしい母親なんですけれども、でもやっぱりこうもう少しこう自分のこともやってもいいんじゃないかなっていう、ね、私もこの年になってきて、はいはい、すごくそういった母親の姿を見て、やっぱりこう自分も輝かなくっちゃっていう、それを見て子供が嬉しかったりとか、はいはい、そういうのってありますよね。そうですね、はい、まあね、僕らは子供のためって言うけども、子供はそんな親のねそんなこと頼んでないわというねもう今ではたじたじですけど、娘二人もねやっぱりそんなお父さんにそんなことね言われることないとかやっぱり言われますよね。だからやっぱり自分がきちっと自分らしく輝いてるっていうことはやっぱり子供も嬉しいと思うんですよね、だから犠牲になってるっていうことを子供がこう感じるっていうのは、やっぱりどっかで歪んだりすると思うんですよ。だからまあそういう部分では日本のやっぱ文化っていうのは、その謙虚であったり自分をこう犠牲にするっていうような言い方悪いですけど、我慢しながら子供を育てるという愛情ね、これはもちろん大事なことなんですけども、それがどうしてもこう
あまりにも遠慮しがちになってしまう、それで綺麗になることもやっぱり恥ずかしいっていう思う方がやっぱ多かったんですよ、その老人ホーム入った時ね。あ、それはやっぱりやっぱ海外行くとやっぱそれが もっと積極的にリハビリとしてメイクアップをこう取り入れたりするわけですから、まあ、やっぱりそういう今日本の特に和歌山は地方でねかなりこう高齢化進んでますよね。だから40歳の方々がもっとお父さんお母さんを連れてねそういう綺麗な場所行くとか、別に美容だけでないんですよ、いろんなところにこうチャレンジする場所にこう連れ回すぐらいのね3世代こう一緒にこう活動できるようなそういうやっぱり仕組みを作るのが元気な社会というような感じするんですね。特にまあ和歌山なんか本当にその高齢の方が元気になったら街全体が絶対明るくなりそうな気がしますよね。そうですね、はいはいはい、そうです。まあ、ニューヨークとか行ってもやっぱりこのご老人の方がハンバーグ食べながらねなんかこうおしゃれで歩いてたりするじゃないですか。しますね。だんだんね、でも和歌山そういう感じのファーストフードでもそういうちょっと見かけますよね最近ね。あ、そうですね、はい、だからまあそういう部分も、まあ、いずれまあ来るとは思うんですけども、どっかでそのターニングポイントがあると思うんですよ、うんうん、でそこをまあ僕がちょうどね同じ世代ですからちょうどこう意識革命を僕らもせないとダメかなということで、まあ、いろんな活動をやってるわけですけども、うん、まあ、ね、まあ、自分もそんな偉そうなこと言いながらものすごく悩みながらね、どっちへベクトル合わせて生きていったらいいかなって思いながらやってますけども、でも人生のこう岐路ってね、はい、いくつかあると思うんですよ。道がこう2つとか3つに分かれてて、はい、どの道行こうかって。あります、ね、やっぱりヒデさんもありました、はい、ありますあります。やっぱりこうネガティブな自分とポジティブな自分が必ずこう出ますよね。そう、私らこう、ね、いつでもポジティブと思われがちじゃないですか、はいはい、全然違いますね。全然違いますよね。めっちゃネガティブなとこありますよね。ありますありますあります。でもまあこの間もねお話しさせてもらったんですけど、人はやっぱり 75% から 80% 意識せんかったらネガティブに陥るっていう風に脳にがなってるらしいんですよ。だから朝起きて秋は天気悪いなと思った瞬間にネガティブになる。でそれを自分で意識してポジティブに変えるだけでこうなんか電流が走るんですよね。4ボルトの電流が走って4ボルトの電流が走ってその脳にこう刻むわけですよ。溝で僕はネガティブであるって刻むほどその脳がそうなってしまうんで、人生がそういうイメージ化されてしまうんですよ、うん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 、まあ、パソコンで言うとプログラミングしますよね、うんうん、だから古いそういうプログラムをインストールされると脳がそういうふうに覚え込むんですって、うん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 、怖いですよね。怖いです、だからもうできるだけ周りにお前はこうやあやって言われることを色眼鏡ねかけられるわけですけども、うんうん、それを外していかないと、それに新しいこうインストールしていく自分の脳に ね、うん、新しい自分をこうチャレンジする、もしくは可能性のある自分をインストールするように心がけてポジティブに生きていくっていうのがやっぱりこういいらしいんですね。そうですよね、なんかねこう私もこう自分っていうのがあんまり好きじゃない自分が結構いたんですよね、はいはいはい、でもやっぱりまず自分が自分を好きになってあげなくっちゃ、はいはい、何もできないですよね。まあできた人やなって言われる時もありますけどね、なんか楽天的というかねそう、まあ、ほんま自分好きやなって言いますけど、それは決して本当に自分好きって周りから言われますけど、そこまで自分好きかなって思うぐらい悩みながら来たんですよね。やってるんですよ。意識しながらしないと、ケワイシなんかってこの30いくつのおっちゃんがメイクアップしだしたら、それは普通和歌山でバカちゃうって言われますよね。いや言われましたから。そうなんですか、はい、もうなんかご老人の大さん見えちゃうかとかね当時ですよ、まあ冗談ですけどね、まあそういうのもやっぱそんなことを言う方いらっしゃるっていうことは、やっぱり客観的に自分がやっぱりポジティブに生きないと、うんうん、まあほんまにすぐ潰されてしまうような、まあ 目もね育たないような状況でしたから、やっぱり自分で可能性を、うんうんうん、自分でこしらえていくというかな、うん、それこそほんまに自分の頭の中でネガティブになってるのをプログラムをどんどん変えていくような意識はかなりしました、うん、今回なんかでも本当にこのパーティーもね、うん、どうなることやらと思いながら、いやいや寝れませんでしたけどね。いやもう本当にね、長かったんですけどあっという間でした。3時間半ね、はい、あっという間でした。長いわよってだいぶ寝れましたけどねビラリで。でもまあいろいろと5分刻みにプログラムして、おかげさまで無事にね終了させていただきました。本当にありがとうございました、ね、素敵な一面をたくさん見せていただいて、もう本当まずはもう10周年おめでとうということなんですけれども、まあ、ヒデさんね、はい、いろいろとこう夢っていうのはたくさんあって、はい、そして一つずつ多分叶えてきた夢っていうのも、はいはい、諦めた夢っていうのもたくさんあるかと思うんですけれども、はいはい、その中でね、はい、一つ、はい、ずっと心の中に抱いてた夢があるんですよね。そうなんですよね。中学の時に初めてギターを弾いて、うん、で作詞作曲とかちょこちょこやりながら、うん、自分のこう言葉とか感情を
どうメッセージするかっていうのは、これまあ美容でもあるんですけど、まあ、音楽ずっとやってきちゃったんですけども、ある時やっぱり仕事とか生活でね、音楽できなくなったってありますよね。ありますよね。でも周りはやっぱり素敵な方々が多いから、まあマジカさんもそうじゃないですか。50の種僕のとこ飛んできましたよ。だからそうです、そのと種、ね、が飛んできたんでね、ちょっとこう今回チャレンジしてみようということでですね、あの音楽にねまたちょっと活動、まあ、って言ったらちょっとプロで頑張られてる方には失礼なことなんでね、僕あんまり声を大にしては言えないんですけども、いや言いながらここに来てますけどね。いやすごいね、素敵なね CD が出来上がったんですよね。もちろん生まれて初めてというか、これが中学高校の頃にね、やっぱり自分の CD で作るってどんなんかなとか、いろいろこう描いてたんですけどね、50にしてやっとまあ形になったというか、これもねやっぱり出会い、自分の人生ってこう出会いによって決まりますよね。本当ですね。今回ね、彼に出会わなかったらね、とっても無理です。今度ね。でもね、本当に私ヒデさんの書く詩っていうのが好きで、まずは最初は椿からだったんですけれども、はい、小麦製薬がね、歌っている椿という詩がもうすごく素敵で、大好きだったんですけれども、で、まあたまにこうね歌ってらっしゃるお姿とかも見せていただいて、あ、きっとこうすごくこう音楽が好きな方なんだろうなと思ってたんですよね。はい、ありがとうございます。でそれをこうやっぱり小さい頃からの夢でってこう CD っていうことにこうすごくちょっぴりこう恥ずかしい思いもありながら、そんな中でやっぱりこう自分の夢を追いかけていこうってこう思った姿っていうのもすごく素敵で、私はもうすごい感動しました。嬉しいです。もうそれがしかもなんかこうちょっと種が飛んできたなんて言われたらもうなんかどうしようみたいな。いやなんか50ってあれですね、節目を感じますよね。なんすごく長かったようで短かったようで、半世紀ですもんね、と思った瞬間に、今やってこの心がパッとこう芽生えた時に、今やっとかんかったらまたすぐにね、野菜のようにねパッとしなび、こうなんていうピチュッとなってしまうね、焦りがあったんですよ。確かタイミングとありますよね。あります。はい。でそのタイミングの時にちょうどこう10周年パーティーもあったし、でまあその二村敦史というね、すっごく熱い音楽に本当に一本頑張ってるね方とのこの情熱、そこのことなんか映るというかね、で後押しバンとしてもらって作ろうよって言っていただいて、そっからですから力強い味方ですね、はい、ただまあものすごく短期間でそれをねしないとダメだったんで、かなり大変だったと思います、ね、なんか360テイクしたとか、それ1日の間ですよ。1日ですよ。本当に360回やったんですか。やりました。それは1曲まるまる360回も歌えませんけど、このフレーズはこうであれてもやり直しで、今ね、はい、このフレーズ1個ずつ取れるからね、はい、一気に歌うのって大変じゃないですか。とっても無理ですよね。いやそんな裏話を聞いていらっしゃる方はね、360回も歌ったんかって思ってますもん。いやでもね、その曲ちょっと聴きましょうよ。まずはそうですか、行きましょう行きましょう。本当ですか。今回まあ2曲入りの CD がね、はい、発売されたんですけれども、どっちからいきます、ね、夢紙飛行機っていうのはね、まあやっぱりこう誰でもそうですけど、お父さんお母さんいらっしゃると思いますけど、もちろんいてますよね。でその親がね、ある分こういろんなこう闘病生活とかもちろんあった時に、何かをこう残しときたいって子供心にね思って作ったんですよ。ただまあ夢紙飛行機って必ず誰か、誰でもそうですけど、一回はこう折ったりしません？あ、しますしますよ。私も大好きでした。それって子供やっぱり親に教えてもらいましたね。で、そういう思い出がパッと蘇ってきて、あ、そういえばなんて言うんでしょう、レンゲ草とかのね、ああいう綺麗なところのね、ほら田舎町で育ってますから、外へ持って行ってこう青空に向かって何遍も飛ばすんですよね。ですぐピュッとなったりね、でこうふわーっと飛んでいくのをこう何回もやってた時のね、そのイメージがすごく浮かんできて、でその紙飛行機を、まあ、親はいずれ亡くなりますけど、その亡くなった親の、まあ、夢っていうのもやっぱり受け継いでいくわけですよね、愛情とか。それをこうなんとか詩にしたかって、でまあ介護とかされてる方だと分かりますけど、やっぱりね、記憶とか思い出が記録になっていくじゃないですか。これはでもね、同級生とね、認知症の話してたんです。うちのお母ちゃんどうやろうとかね。でもやっぱり本当にそういう記録をしていくという日々の中でこう作ったっていうかな、まあ、そんな暗い話になりますけども、いや、まあ、でも素敵、それはね本当に僕はテーマがね、はい、すごく素敵だなって、はい、私はいつも思うんですけれども、
で、まあ、そういうふうに作った作詞も作曲も、はい、ヒデさんですよね、まあ、もちろんこのなんて言うんでしょう、ブラッシュアップっていうでしょうか、プロデュースしてくれたリムラーツ、もうリムラーツシングがなかったらこんなできませんよ。僕ギター一本の歌はとても聞かせていませんから。でも本当にね、新村敦さん、はい、大阪出身の方ですね、はい、去年ライブあるんですよ。あ、オールドタイムで、そうですよ、はい、ダブルのライブですよね。そうです、ぜひ来てほしいです。8時から和歌山オールドタイムでね、はい、お世話になりますんで。じゃあちょっとその話はまたね、はい、曲の後に詳しく、はい、聞かせていただくとして、はい、ではですね、池端秀幸、これが本名ですね、本名でございます、はい、なんか秀さん秀さんって言ってるから、ね、まああの、はい、今回この CD はこの池端秀幸ということで、はい、はいはい、言ってるわけですね。それでよろしくお願いいたします。わかりました。じゃあちょっと私紹介しましょうか、はい、はい、お願いします。さあそれでは、池端秀幸ギフト夢紙飛行機。バカ正直が本当バカを見て要領よく振る舞う賢い人たち、どれだけ早く多くの富を出世スピードばかり競い合った時代さ、早くたどり着けばそれなりの豊かさと安心を手にできると、でも広い海の真ん中に捨てられた夢のかけらはどこに向かってゆくの。成果主義のストレスのつけとばち、愚かなバブルも十分経験してきたさ。偏差値教育の中でもがき流され、泳がされ、ベッドのソー
まで今さら遅すぎると心では分かっていたのに夢を乗せて